東京理科大学近代科学資料館は学校法人東京理科大学が運営する付属施設。副省は二村記念館。1991年11月東京理科大学の創立110年を記念して建設。建物の外観は1906年に神楽坂に建設された東京物理学校の木造2階建て校舎を復元したもの。 にむら福十二村副12月東京物理学校理科学部卒業が建設費を寄贈した。副賞は彼にちなむ。2019年4月からリニューアルのため休館中。展示物は東京物理学校から引き継がれ保存された資料や寄贈資料である。江戸時代の和算書から始まり、多くの賛義、ソロ版、機械式計算機、電気式計算機、電子式卓上計算機、 そして、電子計算機に至る計算機の歴史を中心とした展示を行っている。また、真空管や冷明機のパーソナルコンピュータなども展示されている。世界各国の産具各種計算機を並べ、計算発展の歴史がたどれる。中国のサンやインディアンの産具といった極書機のものから、ソロ版、主樹計算弱、タイガー計算機に代表される。 機械式計算機、パラメトロンを使った日本の初期のコンピュータファコム201から昭和40年代頃より流通した電子式卓上計算機が時系列的に展示されている。また、アップル2や PC-8001、ベーシックマスターといったパーソナルコンピュータの草分けについても展示がされている。東京物理学校ゆかりの記念品を展示している。特に、 同校卒業生でありのちに講師となった、菱田溜吉による木材を切り出して作成した65種もの各種多面体模型は、明治期の多面体研究の実態が伺えるだけでなく、当時彫刻芸術としても評価されただけの美観も感じられる。炭素電球、蓄雲機などを展示している。いずれも、明治期のものであるが、電球は実際に発光させることもできる。 タイガー計算機を実際に操作できる。再生式高一ラジオ、蓄音機を聞くことができる。ありがとうございます。